川崎金魚園、宇野蘭中。宇野系蘭中は掛け合わせによって生まれた品種で、宇野仁松さんが50年もの歳月を費やして生み出した蘭中です。元々の直系統にあたる DNA を持つ品種であると言われています。最も特徴的なところは顔面と頭部であり、いくつもの肉コブの盛り上がりがあります。良い宇野系蘭中はコブが顔の前面に綺麗に並んでついていて、背中から尾びれにかけてはなだらかな曲線に行っています。品評会で高く番付された宇野系蘭中は色もサイズも一級品なので、1匹でなんと数百万円という値段がつく場合があるんです。当店では宇野系蘭中も在庫しております。気になる方はぜひお問い合わせください。